続いてのコーナーは馬の耳ドバの耳 はい。いろんなコーダーがあります。いろんな話題がありますけれども、どれにしようかなと思いながら、うん、ちょっとこちらの方の話題にさせていただきました。はい、国境なきシフダンさんからもいただいております。さらにはこちら、パインパンマンさんからも、エメラルドスワローさんからも、ちび猫さん。ちび猫さんは森口の方、大阪の。はい。はい。カズノコ店長さんからもいただきました。マコちゃんからもいただいております。さらには、海さんは、この方は、えー、桑名市の方。いろんな方からいただいておりましたが、えー何の どういうことかと言いますとですね。こ、え、れ、ー、この方もですね。二つ今地、これ秋田ですよ。はい。能代市。はい。はい。そう、はい、ね。 はい、これ、原田69郎さんからいただいております、名古屋市交通局の赤信号虫の件について、元バスの運転手の立場から申し上げたく投稿させていただきました。名古屋市のことなのに、秋田県の方からやっぱりっと黙っておれんぞと。とはい、我々、私はこの経験者であるということですから、これちょっとね、読んでみますよ。確かに赤信号虫は時間に追われてや、追われてやっている場合もあるかと思いますけれども、本人が躊躇したと言って、 言っていることが引っかかりますね、うん、と。 うん、こんな言ったれーじゃなくて、ちょっと、ああ、ちゅ、ちゅうちょして、こういう時にね、うん、何が引っかかるかと言いますと、躊躇する要因としては、時間帯的にえ立ってる乗客が多かった、交差点に入る手前で運悪く、お客が立ってしまった、というようなことも考えられます。信号のタイミングは、当の運転手だって把握しているはずですので、それで時間を読んで運行するものです。信号、黄色信号で侵入してしまう場合は、遅延が発生 遅れるとということですね、うん、遅れが発生している場合も考えられなくもないですが、バスが止まる前に高齢者に立たれてしまった暁には、やっぱり止まれるものではないです、高齢者の怪我は一生ものと、口を酸っぱく言われてきましたから、いかなる理由があっても、今の規則では、運転手と事業者の一方的な過失になります、ねうん、あの赤信号とかばっと止まったと。 あ、はい、っと止まった、ドーンと倒れた、うんうん、これはいわゆる運転手と事業者の一方的な過失になるんです、うん、らしで、こういうような事情もいろいろ躊躇した中には、はい、どんな事情があっただろうと。 はい、検挙された運転士には、お気の毒としか言いようがないというのは、一個人としての心境でありますまあそういう状況がもしあったとしたならば、そこのところはまだ、はっきりとはわからないですけどね、うん。ガソリン運ぶタンクローターウィーンさんから頂い,いておりますが、まあ、あの、市バスの信号無視のことですがね、日常とか急いでるとかのコメントでしたが、車を運転していれば、黄色になった瞬間に、止まるか、通過するかは誰もが毎日、えー、体験 しているはずですが乗用車の場合はすぐ止まれます トラックの場合は無理すれば止まれますが、停止線を越え、横断歩道上になります。しかも、荷崩れは覚悟です。バスの場合は、お客様のことを考えなければ、トラック同様、止まるはずです。ただし、いつもバスが停止する時の止まり方を思い出してみてください。いかにバスを揺らさないようにして止まるか。もちろん、法律の遵守は大前提なんですが、ただ、乗用車と同じように止まれないことは知っておいてもらい たいです桜丸さんから頂い,いておりますねえこの黄色信号の話ですけども職業運転手の端くれとして言わせてもらえばそのつもりで走っていれば止まれますこの方は止まれるは、うんうん えー、車用の信号が黄色に変わる前に必ず歩行者信号が赤になります。あっ、横っちのね、職業運転士なら歩行者信号が点滅して赤に変わるのも、把握していて当然と、うんうんね、右手のほうか左手のほうか、まあちょっと実、実際問題としては、だから歩行者の信号の点滅、うん、黄色信号、うん、赤信号っていうその段階があるので、ねはい、その間に赤になるまでは止まれるはずだということですねうん、うんまあ、そういうことですよね。うん えー、もしも歩行者というもしも歩行者がない通りならとおっしゃる歩行者信号がない通りならとおっしゃる人もいるかと思いますが歩行者信号がないような通りで止まれないスピードで走ること自体が問題黄色信号を安全に止まれない時は速やかに交差点内に進入するという文言を縦に大型車が信号無視をするようになってこれを真に受けた普通車がへっきで信号無視をするようになったように思います。今では黄色になったら加速しても 交差点内に入ってくる普通車が増えて困ります実際荷物の加減で普通車と同じタイミングでは大型車は止まれない時もありますがそもそも普通車と同じスピードで走ることが危ないと思い自分を戒めるようにしております確か坪井さんは黄色信号になったら止,止まりましょうとラジオ CM で言ってましたよね 黄色信号は別にしても、市バスの、えー、横着運転はよく目にするので、市バスの運転士は嫌ですと嫌いですとまで言われている、<laughs> はい、これ、小高さんも昨日言いましたね、はい、黄色信号の場合はどうするのか。基本的には、うんあ、注意ではなくて、止まれですね。黄色信号はその赤になる段階の前の。うんえー まあ、急に赤になったら、それこそ急ブレーキじゃないと止まれないので、うん、その余裕としての黄色なので、赤と黄は基本的に両方とも止まれであるというふうに、うん、私はあそ,んそういうふうに、まあ、教わったというか、認識で捉えましたけどね、車の学校で。っってもね、うん、黄色信号の認識はね、はい、ちょこっと皆さん方、ずれがあるようで、勇みやしサミーさんですが、先ほどの市バスの信号無視ですが、キー信号は、 安全に停止線で止まることが困難の場合は、進むことができるとなっておりますという、この辺のものがあるとするならば、いろいろまた解釈をな,なんていうのかなあの、もうほとんど交差点に入りかけてる時に、黄色になった時に、うん、もうぎりぎりのとろですよね、そこで急ブレーキをかけて止まるっていうのは、確かに危険なので、そこまでして止まれっていうことなのか、どうなのかっていう問題はあると思うんですけれども、うん、やっぱり停止線の前じゃで、 あの黄色になったときには、うん、これはあの急いでいってくださいねじゃなくて、止まりましょうねっていうのが基本っていうふうに、私は捉えてますけど、うん、そういうふうに習ったっていうふうにあの、詳しくどういう文言で学校で習ったかっていうのは、ちょっともうだいぶ前のことなので覚えてませんけど、うん、その習ったときには、そういう認識で私は捉えましたけどね。黄色の灯火あのまあ黄色がともったときということですけれども。うん 車両及び路面電車、かっこ、以下、この表においては車両等とも言うと、うん、まあこういう、路面電車は停止位置を超えて進行してはならないこと。うん、ただし、黄色の、えー、10日の、まあ、黄色がついたときですね、10日の信号があ表示されたときにおいて、当該停止位置に近接しているため、安全にい 停止することができなその、だから、停止線の、どのぐらい、うん、ま入っちゃ、まあ、入ってってる場合は、あどうなんだろう、そのまま行った方が多分いいパターンの方が多いでしょうから、行っ、うん、た方がいいんでしょうけど、うん、入る、その直前ってどのぐらいまでが直前なのかってとこですよね。で、明らかに見てて、あの、黄色になったとたアクセルブーン吹かして、ものすごいスピードで、 スピードを上げて通り越そうとする人とかがいますからあれは完全にダメだなと思ったりもししますしねこれはまだまだまだたくさんのお便りのほんの一部でありまして、ねはい、みんなそれぞれの立場でね書いてきて頂い,いておりました。ええ